はい、ポーズ、そのまま。あ、よかった、ありがとうございます。ありがとうございます。この木の向き最高最高ですか。どうですか。最高です。これね、見ていただいて、ここに種が入ってますよね。これが実が、これを、まあ、植えると140年後に同じ木ができるんですね。はい、でこれがしかも猿が好んで食べてたことからモンキーポッドって言われてます。はい、ちょっとね、あの人間の耳で聞くかすかな声でね、あの音が流れると聞こえるらしいですね。どうですか、あの感じますか、音を感じますか。あ、いいですね。アロハー。はい、はい、いっせーのせ、この木の木スイカー。はい、イエー。皆さん、こちらに赤いお花があるんですけど、こちら、はい、フローラ、分かった方、女性陣の方もよかったらどうぞ。いや、違う、食べられません。食べられません。桜と一緒で、これはね、あのククイナッツの実と言います。ククイナッツの木と言います。ハワイの州の木なので覚えていってください。これを実の中をパカッと開けるとオイルが入っていて、オイルを体に入れると保湿効果があって、あの、はい、あの肌を潤わせてくれます。ABC ストアとかでも売ってます。ククイナッツオイルね。何だか分かります？グアバ。ああ、惜しい。あのハワイでよく取れる甘い、宮崎でも取れるやつ、なんでしょう。マンゴー。そうです。ここはマンゴーの木です。マンゴーの実がなってるんですけど、わかります？もう、あ、なってますよね。マンゴー。あれがマンゴーです。実が、これマンゴーですね。あ、上にね、緑色。もうちょっとすると、緑色がオレンジ色、赤色になったら熟します。日本人も知ってます？知ってますよ。これはね、あの パンの実と言います。パンの実、これを電子レンジに入れてチンすると蒸しパンのように食べれます。ビタミン D、E が多く入っていて体にとてもいいです。パンの実ですね。あ、最高です。はい、最高です。はい、マダローガーデンは最高。行きますよ。どうですか、道路の雰囲気はどうですか。感じです。そうですか。クリーム一番空いてる、ね、ラインがあるんでご紹介します。一番空いてるとこね、はい、ここがね一番早いんですよ。
食わせていただいて。代表者さん美味しいですか？最高です。あ、良かったです。はい、良かったです。綺麗な木だ。すごい綺麗な木。すごくないですか？ハワイ来た。ハワイですよ。今ハワイですよ。あ、そうでしたか。すごい。どうでした？晴れは散策。良かったです。楽しかったですか？楽しかったです。いっぱい何買ったんですか？T シャツ買いました。あ、あそこのなんとか C。なんとか C。はい。虹がすごい。虹がすごい。どうですか？どうですか？楽しみですか？楽しみにしてます。はい。着きましたよ。はい。いいですね。はい。おお、人いっぱい。あ、あそこのね、サンセットのところちょうど太陽が落ちてきそうですね。はい。サンセットビーチは綺麗ですか？綺麗ですね。はい。これからですよね。ね、楽しみですか？楽しみです。はい、良かったです。辻さん、マスターさん、最後の場所はどうですか？最後にふさわしく。そうですね。最高じゃないですか？あ、そうですか。良かったです。ね、いいサンセットが見れそうですね。はい、良かったです。はい。はい。あ、ちょっと冷えた。ゲットしました。ゲットしました。はい、楽しみです。はい。うわー、めっちゃ美味しそうじゃないですか。これステ